今から南さん向かって出発進行します。お待たせいたしました。東海線上り普通列車の白石長町大師堂南線内名取立越岩沼次の木の順に停車します。まもなく発車いたします。上り白石行きです。駆け込み乗車はおやめください。無理なご乗車はおやめください。はこんな早い電車さは乗ったことがありません。これは新幹線の高架かな。ありがとうございます。この電車は東北本線白石行きです。次は長町です。お客様にお願いいたします。車内は禁煙です。また携帯電話をマナーモードに設定の上通話はお控えください。ご協力をお願いいたします。 This is a Tohoku Line train bound for 白石。 The next station is 長町。Please change it for the Sendai Municipal Subway Line. All cars are no smoking. Please set your mobile phone to silent mode and refrain from talking on the phone. The doors do not open automatically. Please push the open button beside the door to get off the train. And please be careful of other passengers if you use the close button.ご乗車ありがとうございます。東北本線上り、普通列車の白石行きです。これから先長町大師堂南仙台名取の順に停車をしてまいります。途中名取到着9時14分、岩沼9時22分、大河原9時36分、終点白石9時50分、白石到着9時50分の到着です。お降りの際お忘れ物なさいませんようお気をつけください。次は長町です。パターン発生しました。
どね、このね仙台から南沢は全然行ったことがないの、用がないから。はい、次どこに泊まるんですか、これ。これ次どこさ泊まるの次長まもなく長町です。仙台市営地下鉄線は乗り換えです。この電車のドアは自動では開きません。ドア横の開けるのボタンを押してお降りください。なお、ドアを閉める際には後ろのお客様にご注意ください。長町スカモス。あ、ほら、これこんなとこさ、行き上がって できてたなんて誰も知らないよ、こんな。まだ知らなかったよ、このさ、できてたの。長町です。お出口右側です。いつもね、地下鉄でしか長町は行かねえから、これは。行き上がったっていうのは全然知らなかったよ。仙台も都会になりましたね。そして次に大志堂というとこさ向かってるんだけども、ここもさっぱりわからないところ。はい、ヨークベニマル。このヨークベニマルがあればね、東北っていう感じするね。次は大志堂。大志堂です。 The next station is 大志堂。大志堂。大志堂です。お出口右側です。これはずっと新幹線の高架沿いにあるのすか、このね、線路は。新幹線の線路沿いにあるのすか。大志堂ってなんかお菓子屋さんの名前じゃない。和菓子屋さんの名前と一緒じゃない。スシローって書いてあったよ。スシロー何？この辺さも出てきちゃったの？スシローはね、東北には来ないと思ってた。
かっぱ寿司なんだけどな。次は南仙台、南仙台です。この電車には優先席があります。優先席を必要とされるお客様がいらっしゃいましたら席をお譲りください。またゴミはお持ち帰りいただくか駅備え付けのゴミ箱にお捨てくださいますよう皆様のご協力をお願いいたします。 The next station is 南仙台。There are priority seats in both cars. Please offer your seat to those who may need it. あら、突然もう町が全然出てこさきた。あ、川を越えていくよ。あら、あら、突然の南仙台、はい、南仙台です。マンションみたいなのもある。南仙台、南仙台です。お出口左側です。ここは何駅ですか。南仙台駅。南仙台ってどこあたりまでが南仙台なのかさっぱりわからない。あ、バックしています。行き過ぎた。田舎の人にとってはね、電車は憧れなんです。わかりますか。電車憧れなの。そんな気安く電車には乗れないの。普段はね、自動車かね、自動車っていう言い方もなんかあれなんだけど、車かね、自転車だから。田舎の学生はみんな自転車、みんなチャリンコで移動していますよ。1時間に1本しか走ってね電車をみんな羨ましく思っています。次は名取、名取です。 The next station is 名取。 Please change your for the Sendai Airport Access Line。
If you...コンテナが見えてきたよ。名取です。仙台空港アクセス線ご利用の客様。ララララって言うのがいい。ごめん、余計なこと言わないで。仙台空港行き9時29分。降りた方向1番ホームから連絡。もう名取に着いたのか。名取です。全然わかんないよ。だってここどこに着いたっていうのがどこにも出てないんだから。あれ？私の声を分かってるのかな、なんで下今やってたんだろう不思議だなこれ。あら、名取の次は何、何程度5歳後のこれ、岩沼の前、名取の間が何て書いてあるかさっぱり分からねえって。次は立て越しです。The next station is 立て越し。これだね、たまにこういう貨物電車通りますね、貨物列車が。この線路の横っちょにだけ建物があって、そのもう少し先全然何もない線路の横っちょうるさいから、そこにさ建てなくたっていいのにね。建てまもなく立て越しです。まだ内左側です。わからない読めない駅に来ました。なんでこれ
仙台から南にいつも走ってんの？違うよ。北の方に行ってほしい、一ノ関とか。そしたら、あ、ここの駅はね、こういうのがあってね、こういうのがあってねってお知らせできるけど、ここには何もお知らせできないよ。次は岩沼です。あ、田んぼが広がっていますね。もう新幹線に乗ってる時もそうなんだけどもね、もうね、福島入ったところからね、もう全部田んぼ。いや、ちょっと前からか、栃木あたりからもうずっと田んぼしかない。そして、あ、田んぼ終わったな、町に出てきたなと思ったらいつも埼玉県なんだよね。そうなのよ。埼玉と、怒られるかもしれない。埼玉と仙台の間は田んぼと山しかない。レールとかだともう白石あたりかな。あらららら、突然最後だけ本気出してえらい速く走ってるよこれ。もう終点ですか？もう少しで。まもなく岩沼です。常磐線は乗り換えです。まもなく岩沼です。岩沼から常磐線ご利用のお客様はご乗り換えとなります。浜吉田駅9時48分、1番線から皆さんで岩沼です。ご乗車ありがとうございました。